ンク食べないんですか？あ、来ましたか、その質問。まあ、昨日名言でも答えたんですけども、あのリベンジします、頑張って。あの年内できれば、うん、ね、年内できればリベンジかな。辛いのマジで、もう今度はもう止まらないで食べて一気に完食しようと思う。で、飲むヨーグルト1リットルぐらい買うわなんかペコーラさ、ムーナにツイート、リツイートじゃなくてリプライしたのがさ、意味がなんか違ってたみたいでさ、なんかペコーラ的にはなんかさ、お尻熱くなるよみたいな感じの意味にしてたんだけど、なんか変な感じになってたみたい後々知った。なんかさ、お尻のさ、あ、かわいい、ありがとう。お尻のさ、穴とは言えないやん、なんか。だから、お尻っていうのでさ、なんとかしたんだけどさ、表現したんだけど、なんか変な感じになっちゃった英語は難しいペコだ。マジさ、あのあとさ、麺洗ってね、食べた後ね、麺洗ってしじみにして食べたんだけど、まあ、次の日普通にお尻つらかったもん。てかなんかね、変な感じだった、お腹が。もう汚い話になっちゃうペコだけど、ほんとおトイレとお友達状態だったよ。でもずっとじゃないけどね、なんかでも食べれなかったよ。もうなんだろ、チヂミでもお腹いっぱいになったし、チヂミもちょいピリ辛だった。あれを食べれる人は本当にすごいなって思う。